メンバーの兄弟事情、実は弟ばっかり、N-丸番で生まれが多いんです。カップルみたいな兄弟デートをしているメンバーは、実はリアルな家族構成では弟として生まれたメンバーが多い。 N-G、ソンフンを除き、他メンバーはみんな弟。さらに2番目生まれという共通点が、 G は一人っ子、リアルでは弟メンバーが多いメンバーの中で唯一兄ポジションなのがソンフンで、妹が一人います。2期も真ん中なので一応兄ですが、ソンフンが目立ちすぎて忘れられがちです。ソンフンのどちら見えするしつこんっぷりをエンジンの方はご周知かと思いますが、たびたび推し学でもはっきり明らかにすべく、いかにソンフンが妹を溺愛しているかを惜しみなくお伝えしました。今回はソンフンのお兄ちゃんっぷりの逆パターン、エンハイフンのリアル弟ちゃんたちについて紹介します。しっかり者かと思いきや、天然っぷりやあざとさが罪なりや、個性臓器の長男ヒスンでさえも2人兄弟の弟という事実。メンバーの中では面倒見の良さを発揮していますが、本当はバリバリの弟気質で、 TXT の年上メンバーと一緒にいる時は弟感満載だったりします。そんな中、ヒスンは高学歴家系で、父親と兄がどちらも捕虜大学出身。2023年9月5日、N-はヒスンの Vlog を公開。実兄と共にプライベートな時間を過ごす様子が撮影されています。話題になっているのは、2人が高麗大学の敷地内で食事をとっているシーン。ヒスンの兄は高麗大学の在学生。コリョ大学とは韓国で3つの指に入るトップクラスの大学です。ソウル大学、ヨンセ大学と合わせてスカイとも呼ばれている最難関大学。ヒスンはそんな兄と共に敷地内の芝生でピクニックを楽しむ様子が。ピクニックメニューはチャジャン麺とマッコリで、これがコリョ大学のスタイルなんだとか。マッコリ参加もあるらしく、とにかくマッコリ推しな大学。ヒスンはサイダーで割るのがお気に入りな飲み方らしい。それは真似してみよ今晩。というか、マッコリ推しな大学ってなんぞ。ヒスン兄はメンバーとの交流もあるようで、ジェイクとサッカーをする約束をしているのにまだできていないと気にするシーンも。一緒にしてあげたら喜ぶと思うよ、まだみんな子供だから、とヒスン。この発言、やっぱメンバーの中では長男なんだなと実感。ちなみにヒスン兄はアイランドでも存在感を発揮していたのをご存知でしょうか。ヒスンが家族に電話をかけるシーンが結構話題になりましたよね。テストの課題曲を真似するヒスン兄のカンパギンスーンガーンが頭に残って離れない最高なシーンです。ふざけて笑い合う2人が仲良さそうでほっこりですよね。兄がコリョ大学出身であることは以前からファンに周知されていた情報なんですが、公開された Vlog で兄だけでなく父までもがコリョ大学の学生であったことが判明し、コリョ大一家すごいな、コリョ大学ってすごい頭いいよね、親子揃っては強すぎる、お父さんも高麗大なのエリート一家じゃん、すごい家族だな、兄は難関大学で弟は人気アイドルってかっこよすぎる、エリート一家恐るべし。エリート兄弟をお持ちなのはヒスンだけじゃないようです。ジェイクも2人兄弟の弟で、ヒスンと同じジェイクも2人兄弟なのですが、兄の情報が少なく詳細は不明。しかし唯一ある情報が医学部の大学生だということ。ということは医者を目指している優秀な兄であることは間違いないですね。ジェイクの父親はオーストラリアで会社を経営されているとの噂。アイランド番組内で幼少期の写真がいくつか紹介された時も、自宅にプール、大型犬、バイオリンの発表会、学校の壮大な門構えと明らかにお坊ちゃま。ちなみに妹として可愛がっている愛犬レイラとの Vlog もありますので、チェックしてみてください。ソヌは姉が一人いて、一姫二太郎スタイル。エンハイフンの中でも可愛い魅力を振りまくソヌなので、お姉ちゃんがいるの濃いな。2023年10月3日、エンハイフンは公式 YouTube にてソヌの Vlog を公開。 Vlog にはソヌが実の姉と清水ホラでデートをする様子が撮影されていますが、まるでカップル。おしゃれなカフェやセレクトショップが立ち並ぶ洗練された街並みが人気を集めているソンスドン。ソヌたちはここで食事とショッピングを楽しむデートコースみたいです。まず訪れたのは人気のカフェでマンゴーピンスを食べる2人。ソヌは明るく天真爛漫な性格の持ち主ですが、実姉も似ているようで、おしゃべりが止まりません。気の合う2人の様子がとっても楽しそうです。その後2人はクリクラのお店へ。ここでも仲良さげな様子で一緒にポーズを取りながら撮影を楽しんでいます。ちなみに2人が一緒にプリクラを撮るのはこの時が初めてだったとか。
次のセレクトショップのシーンでソヌは買ってあげようか、欲しいのを選びなよとヌナに服をプレゼント。こういうのはどう？と似合いそうな服を持っていくソヌが優しすぎて、全姉がこんな弟欲しいって思ったはず。 SNS ではまるでカップルのように仲良しなソヌたちの姿に癒されるファンのコメントが続出。2人の Vlog 第2弾を期待する声も上がっていました。会話が可愛すぎる、本当に仲良しな2人。ソヌとお姉ちゃんの会話ずっと平和で癒された、本当に仲良し兄弟で可愛い。ねえ、なんかソヌ、姉といる時いつもの3倍ブリブリして可愛い、助けて。カップルみたいに仲良い兄弟だね。何この幸せ Vlog。 ソヌとお姉ちゃん兄弟でデートっていう言葉を使えるくらい仲良いの素敵すぎる。可愛い魅力といえば彼も負けてない。チョンモンも兄弟でソヌと一緒です。チョンモンの実家ではマウムという名前の犬を飼っていて、家族みんなで可愛がっています。たびたびチョンモンの SNS にアップされるマウムはとても可愛らしく、ファンから人気がありますよね。そんなマウムちゃん、なんと専用のインスタグラムをチョンモンの姉が開設していました。そこにアップされたストーリーにヌナの声が入っているのですが、声がジョンモンとそっくりなんです。似すぎて最初ジョンモンかと思ってしまった。顔は出していないので分かりませんが、もしジョンモンと似ていたら猫系の可愛い雰囲気でしょうね。家族旅行でチェジュ島に行った様子を Vlog でアップした時、レンタカーでご飯を食べに向かう途中、隣にはヌナがいますとジョンモンが紹介。ここではヌナ指だけ登場、でもそれだけで仲の良さが伝わるから不思議。2期は姉1人、妹1人の3人構成で2番目生まれの弟です。末っ子が多いエンハイフンメンバーですが、エンハイフンのマンネ2期は末っ子じゃないんだね。2期の姉である西村コノンは2期と共に小さい頃からダンスを習っていて、現在はダンサーとして活動しているそうです。両親がダンススクールを経営しているため音楽が身近だった兄弟、必然とダンスが上手になる環境で育ったんですね。現在姉コノンはABEXファブに所属しています。ABEXファブはABEXが手掛ける YouTube チャンネルの会社で、従来のインフルエンサーを超えた新時代のスターを生み出したいと歌っています。クリエイター兼ダンサーとして活躍する今後の活動が楽しみですね。2期の妹西村美空は中学生で、妹もダンスが上手です。母親からタタンと呼ばれていることから、2期ペンの間でもタタンで親しまれています。2期のことはニーニーと呼んでいるそうで、何それ可愛すぎるって感じですね。ソンフンもニーニーみたいに呼ばれたいだろうな。でもソンフンの妹のイェジちゃんは溺愛してくる兄に結構塩対応らしいので、実際にニキは姉とはよく喧嘩したけど妹は4つ離れてるししたことないと話しています。ニキはデビュー前時代妹を抱きしめて寝ていたとか、なんと羨ましい。練習生期間は妹の代わりによくソヌと一緒に寝ていたニキ赤ちゃんは今やおねんね独り立ちしてしまいました。自然消滅したのかと嘆かれている。寸期の関係性はこちらで、姉は年が一つしか違わないのでダンスで切磋琢磨する友達みたいな感覚なのかな。弟ばかりで構成されているエンハイフンメンバー、違う角度から見るとまた新鮮ですよね。アイドルとして活躍するはるか前から日常を共にしてきたメンバーのリアル兄弟たち、家族として一番近くで応援してくれる兄弟の存在はメンバーにとって心の支えになっているはず。兄弟 Vlog はファンにとってもメンバーのリアルな顔を見れる人気コンテンツなので、撮影協力いつもありがとうございます。オタクは感謝していきましょう。今後も兄弟供給何卒よろしくお願いします。コメントや高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。